ご視聴ありがとうございます。重岡です。今からアクセントクロスのレンガ調の壁紙を貼っていきます。先に墨出しをしてありますので、このつなぎ目ですね、右と左のつなぎ目を先にこの割り付けてトントントンと置いて、それでどれくらいでつなぎ目が来るのかっていうのを全てやって壁に書いてあります。それでこれに合わせてまずは一旦貼り付けて、それからまとめてカットしていって、それからつなぎ目を、柄のつなぎ目をカットしていくというやり方ですね。今からお見せします。あ、近くでやるか。ちょっと取りますよ。まずは幅落としですね。先に壁にドーンして、この余ってる部分をカットして捨てちゃいます。で、さっき塗り付けの段階でですね、この矢印で合わせるって言ってたんですけど、この矢印を一番てっぺんの部分に合わせます。それから壁から何センチという部分の隅も両方合わせます。で、まあ、見た目でもですね、この今レンガのこのライン部分ありますね、この部分が今上では切れてる状態です。なくしてます、わざと。これがこのラインが出たり入ったり出たり入ったりしたら壁が歪んでるようにも見えてしまうので、この線の部分はなくすようにしています。このラインが目立ちやすい部分ですね。それで上をこの切り落とす感じで貼ります。失礼しました。あります。これもまとめてどん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 いっちゃうんで、糊がついた部分だけもう拭いて、どん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 柄合わせながら貼っていきます。で、まとめてバーンって今度カットして、つなぎ目を切ってっていうやり方ですね。で、こうやって少しずつ少しずつ攻めていきます。で、このちょっと分かるかな、ちょっと離れましょうね。で、今ここ戸袋部分、ここも貼るんですけど、ここはつなぎ目が来ないで1枚もんでいけるんで、ここでつなぎ目を入れてしまうとまたかっこ悪いというか、1枚で貼れるところは1枚でいきたいんで、で今でも材料はこの上から下まで1枚でつけてあります。貼りますね。まずは上を貼ります。柄を合わせます。ピタピタこう持ってる状態ですね。こうやってペラ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 ってめくって、柄が歪んでなければ OK ですね。もしも柄が歪んでたら残像しますんで、こう残像ペラ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 ってやって残像しなくなったら柄が合ってる証拠ですね。で、貼りました。そしたらまたさっきも言ったようにラインを合わせます。上の方がなくなる感じですね。この線が消えてなくなるところまで持っていきます。今合ってるかなって確認して、
そして合ってたら止めときます。空気を入れて、そしたら次にこの余ってるところ、余ってるところをカットしてここで使います。この建具ですね、戸袋、建具が締まる戸袋、ここは1枚でいけるんで、そのためにここでカットします。この上ですね、上でカットしますよ。そしたらそれをこの突き付けで貼り付けます。上を突き付けですね。でこの縦のラインをある程度見て合わせて、上も突き付け、どん付けですね。さっき切ったこの枠に合わせて切った枠の下ですね、下の方で切ったらちょうどこの場所にこの高さが同じ場所に行きます。高さの問題ですね。でも今見ての通り、まあ、細かい話なんですけど、この面とこの面ずれてます。このラインはずれてます。だけどつなぎ目を入れるよりかはこっちの方が綺麗なんで、ここを優先します。これは普通に貼ります。空気はちゃんと空気を抜いてあげます。まあ大きいところ当て切りなんかしちゃって、こっちも見せようかな。こうしようかな。こうしてこうでいいか。のりをスポンジで拭き取って、のりをたっぷりめですねにつけておきます。こういったもうどんどん貼っていくときはのりが乾いてしまうとまた大変なので、
それで、よし。じゃあ次どんどんいきますよ。大判を貼っていきます。大きいやつですね、大判とは。一個一個決めていってもいいんですけど、私の場合はこうまとめてガーってやる方が早くて綺麗なので、そういったやり方です。でここ上合わせます。合わせるポイントはですね、このガイタから少しだけ1ミリぐらいですけど、1-2ミリ、そこジョイントつなぎ目を少し相手にかぶせ気味でやるってことですね。最悪ですけど、ぴったりすぎて柄が出てしまうと柄がダブルになってしまうんですよ。だからそれよりも少しなくなってる方が柄っていうのは目立たないです。だから気持ち分、本当に目で見てですね、こうやって見て1ミリぐらいあっち相手にかぶる感じで貼るとだいたいいいぐらいになります。もしも仮に柄が出たとしても問題ないですね。目立たないです。で、ここ貼りました。今柄と上が当たっています。だけどこの枠で歪んでしまうんじゃないかってなるんですよ。だからこうやって枠で見るじゃないですか。で、枠でこうやってから見てみます。で、なんか自分で気に入った柄を1個見つけるんですよ。この触ってみて、上の方ですね、触って、あ、こっちにぽっちりがあるな。そしたら下のこの62センチのこの柄なんですけど、この62センチの部分で同じぽっちりを探すんですよ。あ、あったあったあった。で、このぽっちりとぽっちりが当たってたんですけど、ちょっと歪んでたら先にこう直しちゃいます。今ちょっとあっち側に行ってたんで少しこっちに調整してました。そしたら一回こう手で撫でてもこの部分決めちゃうんです。決めちゃいます。そしたらここから決めていきます。柄を合わせた部分ですね、抜いちゃいます。本来でしたらジョイント部分、この短い部分から決めていくんですけど、つなぎ目部分でもラインをこう合わせていく上でですね、大きいところから決めていかない、で小さいところで逃げるっていうやり方をしないと、どうしてもちっちゃいところで柄を合わせるのに集中して大きいところが歪んでしまうとこっちの方が目立っちゃうんで、それで先にこう大きいところがラインを合わせる、でちっちゃいところはもうジョイントであれつなぎ目であれ柄を微調整していくって感じですね。でもここは動かさないんで、もう切っちゃいます。ここは動くことがないですね。また後でこっちも切るので戻ってくるんで大きく切っときます。でまた大判貼っていきますよ。
そしてここですね、この針に対して今から貼るとこの針をまたいでいきます。またぎます。だけどここに貼るときにここの針に糊が必ずベタベタってくっつくんで、先にですね濡らしておきます。濡らしておいたら糊が落ちやすいです。クロスがとクロスが重なる部分ですね、先にこうびしゃびしゃ濡らしとけば糊の落ちがいいんで。合わせます。左手は持ってますよ、こうやって手でも合わせちゃいます。1ミリぐらいちょっとかぶる感じのイメージですね。合わせて、そしたらできたんですけど、脚立に登って上合わせたら座って、脚立に座ってですね、またこれくらいまで合わせるとですね、本当でした基本はですよ、基本はこの立った時の目線ですね、今立ってるんですけど、立った時の目線これくらい、このラインを合わせるっていうのがポイントですね。ここをだいたい人が見てこうずれてたりするのが分かるんで、でここからこれくらいですね。私男性なの で女性でしたらだいたいこの下だなっていう、ちょっと低いん でこういう感じでこのラインは必ず合わせていきます。だから脚立で座ったぐらいがちょうど目線ぐらいなので、ここだからこれぐらいですね。なんか三尺の脚立に座ったぐらいで必ずここを合わせておきます。ここがもう基準になります。まあ臨機応変ですけど、ここだけはもう必ずしっかりと合わせるようにしてください。ここからもう上下に逃げる感じですね。柄は決めても動かせないので、そしたらハサミでまっすぐ切ったら斜めに切り込みを入れます。で少し壁巻き込めるようになりましたね。こうやってこうですね、近くに行こう。これくらいかな。一応、まあ、癖で折り曲げてあります。糊がつかないように先にペッて折り曲げて、糊がつかないようにまあ私癖つけてますね。糊が必ずベタベタってつくときはこういった感じで、よし、でこうやりました。次下ありますよ。下を降りてきます。あとはもう脚立登らないで下のところなんでもう切っちゃいますね。
これは使えねえか。使えねえな。よし。したら一応このちっちゃな巻きあるんですけど、巻き巻きが、あ、これ離すか。巻いた。でこれを見ます。ここ柄の部分がですね、45mm。でこっちも45mm、同じですね。ってことは壁もこの建物に関してはまっすぐちゃんと施工されてます。たまにですね、ここで歪む可能性があるんですよ。この入れ墨で柄がですねこう合わせてきたら、そしたらこの部分をカットして捨てちゃいます。ここは1枚でいけるんで、これ1枚でいけるんで。だけど今ここ柄ちゃんとしてるんで、このまま貼っちゃいます。だけどジョイントを入れたくないんで、つなぎ目だから高さのラインだけは合わせるために、ここは残した状態でこの大きい材料で取ってあるんですけど、これを貼っていきましょうね。幅を落とします。どこだったっけなって見て、あ、このラインがこっちだったなって感じですね。この横のライン、この目地だけが歪んでなければいいんで、この縦のラインは別に歪んでも目立たないんで、それでもう落としちゃいましょう。落としました。あとはもうここはこのラインはもう歪んでも全然わからないんで、ただこの横の線のラインだけ合わせてここは貼っていきます。ここはもう普通の無地と同じですね。矢印とかそういったので合わせないで、このただ横のラインだけ、このラインだけ見ますんで、このぴったりで大丈夫だね。ぴったりドーン。大体このライン当たってるじゃないですか、この横のライン。これが当たってたら間違いないんで、でできればですけどこの線を消しちゃいます。この線ですね、これがあるんですけど、これを消します。ってことは少し寄せて、ずっと寄せてあげます。こうですね、これがなくなる感じですね。この線が、これだと黄色いところですね。これか。このぽっちり、ぽっちりがなくなるように、矢印で言うとこれか。おう。こうなりますね。あ、こうか。こうですね。こう。矢印の。これくらいですね。これが消えてなくなるぐらいで貼っていきます。当たってるかな。これか。
これくらい。場合はまた直します。分かりづれえな。あ、これか。これにするか。柄をね、自分で分かりやすいのを見つけるんですけど、これは今間違えました。違う柄で合わせてました。これだ、これこれこれできますよ、この落ち葉のようなやつ。ちょっと見えないか。あ、いいか。落ち葉のようなやつで合わせます。これですね、これとこれで合わせます。で、次はまた落ち葉のようなやつを探して、これとこれですね、これこれとこれこれで、壁で合わせました。そしたらこの部分はもう互換せないようにします。そしたら、よし、今ですね、カット作業に入っていきます。コンセントを取って、拭いて、またここからカットしては拭いて、カットしては拭いてっていう作業にどんどん入っていきます。これはもう文字クロスと一緒ですね。柄はもうぴったり当たってるんで、あとはもう文字クロスと同じことをしていきます。捨てたんでズボンが落ちてきます。カッターで切るときは少しだけこう出して、こう切るとき寝かせながら切っていきます。寝かせながら。そしたらね、刃物っていうのはこう倒しながら切っていくとよく切れるんですよ。
切る方向に向かって寝かせます。カッターを貼った方向に向かってどんどんカットしていきますよ。こうやってカットして決めながらやっていくのも、まあ、全然いいんですけど、ただなんか一つの作業をまとめて単純作業をですね、まとめてやっていくほど早い作業はないんで、なんか、まあ、どちらでもカットしてジョイントも決めて、つなぎ目も決めてやりながらやっても全然構わないんで、 DIY とかの場合ですね、もうお任せします。ただ、こうやって単純にこっちに来たらこっちに戻っていくみたいなのでも、まあ、この私のやり方でもいいし、こちらでも、糊が乾きやすいとか、そういった夏場とかですね、自信がない時には一個一個、一枚一枚確実に決めていくっていうやり方でもいいですね。今冬でそんな乾きも早くない感じなので、こういったやり方でやってますね。なんかバーってやる方が分かりやすいかなっていうのもあるし、1個貼って1個決めてってやってたら多分分からなくなるかなと思って、何するんだったっけみたいな。今やってたのは柄合わせのやり方とかですね、どこを基準にするとかっていうのを今レクチャーしながら、まあ、やるためにこうやってババババババって先に貼り付けて今カットするっていう作業を今してます。クロス針の順番とかも人それぞれ、この職人によってもみんな違ってきますんで、まあそれが正しいっていうわけではないので、まあそれは臨機応変にいろんなやり方を DIY では楽しんでもらうっていうのがいいかもしれないですね。前はこうやったけど次はこうやってみようとか、まあ、ここ決まりっていうのはないんで、どっから貼るとかも左利きの人もいれば右利きの人もいるわけで、右利きの人はだいたい右から左に貼っていきます。この方がこの流れが楽ですね。なんか実際クロス屋でも左利きの人いるんですけど、そういった方はやっぱり左から貼ってきたりします。で、そのつなぎ目にこう入ってるテープ、糊がつかないようなテープも左利きの人は逆につけます。左からにつけて左から貼っていくので、よし、できました。じゃあ、あとはひたすらカットしてテープを入れていきましょうね。つなぎ目のところテープ入れますよ。このジョイントのつなぎ目に入れる紙テープです。別の動画でも紹介したんですけど、
クロス用のこのつなぎ目部分とかで使用する和紙のテープですね。和紙テープっていうのかな、つなぎ目の補強です。今重ね切りをするので、それで重ね切りをするとつなぎ目の部分がパンクして剥がれやすくなってしまうので、こうやって中を切ってしまうから、それでこの紙テープを入れます。大体5ミリから1センチくらいですね。そこをカットします。柄をそしたら、さっき上の部分を取りました。中の方を取って、カットテープ、糊がつかないようにしてたこのカットテープを一緒に取ります。そしたらこの和紙テープを中の方に入れて指でなぜつけます。そしたらこれ、この和紙テープの上にこのクロスをちょっと早かったんですけど入れて、フリーハンドでカットします。そしたらここ剥がして、中の先に貼ったところ取ります。で、和紙テープをなぞって、また手で貼って、スムーサーで取り付けて、ローラーかけます。クロス用ローラーですね。クロス用のコロ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 ってベアリングが入って転がるようになってます。この時ですね、だいたいこうかぶるんですよ。クロスとクロスかぶってるのを一回剥がして、また圧着し直すって感じ。一回剥がしてローラーコロンってしてくっつけるっていう、そしたらちょうどツラが一緒になりますんで、よし、ここまでやったらウエスで拭いて、コーキング、これはライトアイボリーっていうものですね。コーキング剤、これは DIY ショップとかでありますんで、ライトアイボリーが結構いろんな材料で使えますね。ホワイトだったらちょっと明るい色になります。だからちょっとコーキングを入れると、ちょっとこの部分だけコーキング入れましたよというぐらい分かるぐらいになりますね。だからちょうど色を落とした感じ、落とすっていうか、ちょっとだけアイボリーに近い、ホワイトよりもアイボリーに近いのがライトアイボリーで、ちょうどそういった材料ですね。この時ついでなんで上がってるんで、この黒い隙間とか見つけたら思いやりでですね、入れてあげたりしといてください。このちょっとした思いやりってね、大切なので。こういった先に貼ってあるところでも何かね、見つけたらその時点でやってあげる方が、まあ優しさです。で、ずらして、上げましょうね。持ち上げて、見えるかな。よし。切りますよ。つなぎ目を切っていきます。で、この上のやつはポイ。で、中の紙と最初に糊がつかないように入れてたこの2つを取る。そしたらいきますよ。紙、和紙テープ、和紙テープを
親指でも、あ、人差し指で押さえて親指で貼り付けます。そしたらこの2番目に貼ったやつペッてつけてフリーハンドで和紙テープをカットして押さえる。そしたらこれこの材料、こっち側の材料をめくる。で、紙テープ、和紙テープを押さえる。また押さえる。そのさ、これ空気抜きですね。で、押さえる。そしたら、少しかぶってます。かぶってるから、こんな、かぶってるのを広げて、ローラーで鳴らしてくっつけます。これ。左手で。広げて、鳴らして、くっつけて、押さえる。左手で、引っ張り剥がして、ローラーして、押さえる。これですね。ちょっと一連の動きなんで、わからないんですけど、そしたら、こう、必ず確認ですね。こう、かぶってないかどうか。横に、つなぎ目に対して横に、刺さって、指で確認します。そしたら、ここは決まったんで、拭いて、おしぼりウエスですね。これおしぼりの、使い古しです。それが金物屋さんで100枚とか何百枚とかあるんで、 DIY ショップにもあるかな、そういったのを使ってます。これで水気を拭き取ります。水気を拭き取ってコーキング充填します。出ました。で、次上ですね。上じゃねえや、このこうなってます。もっと後ろがいいかな。1本こうなってます。こうなってるところを今決めますね。こういった上から下まで脚立から降りるところまで貼ってあるところは1本ね、下までぐるぐるってやるか、途中で半分ずつ紙テープを入れるか、どちらかなんですけど、まあどちらでもいいですじゃあ半分ずつ入れる方法をやりましょうね。脚立に乗るついでなんで、脚立に乗りながらやっていきましょうね。このこうだ、半分ずつ、こっちまで見えるかな、あ、こっちまでか、こっちまで入れましょうね。この上から、今脚立の上に登ってます。で、定規、ジベラですね、当てて、カットします。で、押さえたまま、横にですね、引いたら大丈夫。で、次は、中の紙とブルーのテープで、こっちは横に引っ張ります。そしたらこのビニールのやつありますけど、これ DIY の人ちょっとクロス屋だったら普通にカッターでピッて取るんですけど、 DIY でやる場合ちょっと難しいんで、ハサミでこのテープだけカットします。チャキンってポイで、するとこれまた和紙テープを入れます。入れるところが同じですけど、人差し指で押さえて一番てっぺんで合わせたら指でなぞります。で、合わせたらこうやって人差し指と人差し指で合わせています。合わせて指でなぞります。で、自分がカットしたところの近くまで貼ります。そしたらハサミでね、この和紙テープを切っちゃいます。途中でいいんで、途中で
切りましたよ。そしたらまた指でこのマッシュテープを貼り付けときます。でクロスもまた指で貼ります。指で貼りました。そしたら中のものを剥がして、マッシュテープを指で貼ります。そしたらまたクロスを指で貼ります。でその次にスムーサーで空気を抜きます。この時やっぱりかぶってます。こうそれを一回こう左手でひっぺ剥がしてローラーしてまた押さえるっていうことをやっていきます。いきますよ。こうやってかぶってるのを剥がして転がして、ちょうどいいぐらいの圧着具合になりますね。突き付け工法の場合はちょっとトンガラスっていうやり方を私は推奨してるんですけど、重ね切りで和紙テープを入れる場合はぴったりですね。和紙テープにぴったりとくっつくんで、この状態でだから爪組みにしたら中の和紙テープまでぐりゅってなってしまうもんだから、和紙テープを入れる場合つなぎ目に関してはぴったりぐらいがいいですね。あっという間にこの乾燥してローラーかけた時点でこの乾燥してもうこの状態でキープされてるんで、そしたらこの上カットしたところ、拭いたかな、まあ、拭いてないかもしれない。ガーゼで抗菌具入れます。ここもついでに貼ってないところもですね、ついでに入れてあげることが、まあ、思いやり職人です。ついでなんで、なんか見つけたら入れてあげた方がいいですね。よし。で、そしたら今度は下、もうあとは下でここで終了なんですけど、まあ、やりましょうね。カッターも羽織ってジベラを当てます。ジベラを当てて、で中のものも一緒に剥がします。剥がしたらテープをさっき入れてた部分ですね、最後に上の方で脚立の上で入れてた部分にぴったり合わせて貼ります。ぴったりっていうのも1ミリぐらい隙間開けても全然構わないんで、かぶるよりかはいいですね。かぶってしまうとそこが段差になってしまうので、やっぱりあんまよろしくないので、少し1ミリぐらいでも透かせるぐらいに、次上決めて下やる場合はやった方がいいかもしれないですね。貼りました。そしたら、あ、下を打つか、こう打つ、そうね、こう貼ったら下をフリーハンドでカットします。貼って、そしたら今度は中の、あ、先に、こっちより先に貼ってたところを剥がします。剥がすというか煽ります。煽ったらまた紙テープを指で押さえます。その後またクロスを今度は指で押さえます。その後スムーサーで空気を抜きます。
で、この後ローラーで今度はさっきつないでた部分ですね、上からその部分からヒッペ剥がしてローラーかけてくっつけるを繰り返します。で、この時必ず触って横に触ってあげましょう。縦のラインに対して横にこう触っていきます。そしたら段差が、段差というかクロスとクロスが被ってたら分かるんで、手の感覚で、私はこっち右手軍手してるんで左手はビニールだけですね。だから、ね、感覚で捉えることができます。よし、これでこの柄物はあとはコーキングで終了ですね。じゃコーキングまで見せましょうね。ちょっとついでだから下刃のコーキングの入れ方ですね。もう上脚立を移動する前に上大丈夫かな、忘れないかなとかを確認します。で、忘れがないなと思ったら脚立を邪魔ならないところに移動して、それからこのおしぼりウエスで全部拭いていきます。水気を取ります。水気取るときはおしぼりのこのタオルの使い古しでもいいですけど、これくらいカットしたのを指でこうこんなします。こんなしたので指でキュッキュッキュッって拭いていきます。おう、上入ってたなこうやって、で拭いたらまた場所を変えて別の場所に一度指を移動して水気がない部分を探しながら、そしてコーティングは基本的にはですね、右利きの人は左から右に入れていく方がやりやすいです。逆に言うとこうやって関節を取られちゃうんで、プロレスの関節決めみたいにですね、だからできるだけこっちからこうですね、自分の左から右にこうやる方が楽です。反対はもうあーってなりますんで注意してください。だから左側、針を一番最後に針を割って左側から右に向かって入れていきますね。ここもカットしてあるのでここにも入れておきます。この場合ですね、ちょっと細めにですね入れておきましょう。できました。あとはコンセントカバーをつけて終了ですね。コンセントカバーも結構こうやって汚れてます。汚れてるんでこういったのはこのさっきのクロスハイの時に使ったウエスでもいいし、あとはスポンジとかでも綺麗にしといた方がいいですね。埃落として
こうやって拭いて、こうやって拭いて、もしもたくさん大量にコンセントを外す場合はですね、バケツとかに中性洗剤、ママレモンとかあんな系の中性台所用の洗剤を数滴ですね入れてちょっと混ぜて、その中にこのコンセントをチャポってつけてしばらく置いてたら結構汚れが落ちやすくなります。そしたらあの台所用のスポンジでもいいし、こういったスポンジ、クロス用のスポンジでもバババって洗って、それからですねこういった雑巾とかで水気を取ってあげて設置します。これも本当はハウスクリーニング屋さんの仕事ではあるんですけど、あのこれも私の思いやりですね。この次に入るハウスクリーニング業者さんとか次に入る業者のことを思いなんかやってあげる方がやっぱりお互いが気持ちいいじゃないですか。だからあのクロス屋さんが入った後は掃除が楽だなとか、そういった思われるのも一つの営業というか自分のブランディングになりますので、そうやってあの一つ一つの思いやりを残して部屋をありがとうって言って終わらせていくのがやっぱかっこいい職人だと私は思ってます。なんかあの職人が入った後はいつも現場が汚ねえなって、ハウスクリーニング業者のこの一言がまた次の仕事なくなってしまったりするかもしれないんで、やっぱりあの職人の後に入ると気持ちがいいっていうのを常に意識して残しておけばやっぱ次の仕事に必ずつながってきますので、そういう心がけをしております。よし、でこれコンセントもつけたんで、まあ、一連の仕上がりをこんな感じですね。こうやってリノベーションを大成功ですね。こうやって物件の空室物件ですね、ここは空室物件の付加価値を上げることができました。では、では無事に完成しました。じゃあ、しげわじでした。ご視聴ありがとうございました。